ビビアン・ウンドゥール、ビビン・エンドア、1972年3月8日台、は、セネガルの女性歌手である。通称、ウンバラの女王。セネガルの国民的歌手ユッス・ウンドゥールの義骸。ビビアン・ウンドゥールは、出生時の名前は、ビビン・チーディドといい、セネガル国内の大西洋沿岸の町であるブールの出身である。父親は、デワノン出身であり、母親は、モーリタニア出身。 母方の祖母は、マリ共和国出身である。このように多くの人種が混合されていることが、ドゥールの音楽に大きな役割を果たしていて、ドゥールの音楽は、セネガルのンバラ音楽に対して、アメリカ合衆国のラップや R&B、カントリーミュージックが合わさっている。1993年に、ユッス・ンドゥール率いるバンド、スーパー・エトワールにバックボーカリストとして加わり、 ワールドツアーに同行した。数年後、ビビアンはユッスーの弟、ブバカルンドゥールと結婚し、ユッスーンドゥールの義理の妹となった。1999年にファーストアルバム、アントレヌース、ビトウィーンアス、チスヌバイヤーを発表。このアルバムには、ビビアンのヒット曲、サマネネが収録されている。2001年に発表されたサードアルバム、レショーでは、 自身のバンドであるジョロフバンドを率い、同年にはワールドツアーを実施している。2002年に発表したアルバムテレン・ローの収録曲ユー・ガ・インではコラショーの最優秀アフリカンアレンジメント部門の候補作品となった。2005年に発表したアルバムマンディアラからはヒット曲ケイン・ラーレ・グイースが収録されている。2007年にはブバカルンドゥールと離婚。 2010年には、アルバム、うやおいを発表。翌年のアフロテイメントオンラインアフリカ音楽賞では、同アルバム収録曲、フィーマトールが最優秀音楽ビデオ作品と最優秀アフロリズム音楽作品を受賞したほか、自身が最優秀女性アーティストを受賞した。2012年のナイジェリアエンターテイメント賞の最優秀パンアフリカ音楽アーティストを受賞。 カメルーンエンターテイメント賞の最優秀、パンアフリカ音楽アーティストを受賞したほか、同年のコラ賞では、うやおい収録曲、クムニークスルが最優秀、西アフリカ女性アーティスト部門の候補作品となった。セネガルの公用語はフランス語であるが、ドゥールの歌のほとんどは、ウォロフ語もしくは英語である。なお、ドゥールはムスリムである。ありがとうございます。